皆さんこんばんは。よろしくお願いします。あ、ヘルミさんもありがとうございます。こんばんは。皆さんメリークリスマスです。あ、上野先生もね、もうコメント書いてくださいました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。今日のゲストは、ですね、はい、スクーカー愛媛の、堀部真希さん。私のね、大切な友達なんですが、まあ、このツイッターで、皆さんね、今こう、ツイキャス聞きながら、ついでもしていただいてると思うんですが、ついでもっていうのが、毎週日曜日に、拉致被害者の一日も早い帰国を願ってという思いで、私がツイッターを始めた8年前ぐらいにはもう、そのついでもあったんですね。で、そのついでもを通じて、この、堀部さん、まきちゃんとは、私はツイッターの方で知り合いました。はい。でも彼女が、当初から、すごく熱心に、活動をされているのを見せていただいてて、で、今から5年、まあ、約6年前になるんですが、2017年の3月に、愛媛県立美術館の一室を、まあ、借り切って、拉致問題をテーマにした作品展を、彼女が、一人で、民間人なんですけどね、一人で、主催して開催したんですね、その作品展。で、その時に、まあ私はなんとかこう、会いに行きたいという思いで、まあ神戸から愛媛まで、作品展のこの展示のお手伝いだったり、作品展当日の様子を見に行かせていただきました。はい、すごい行動力なんです、本当にヘルミさん。うん、ものすごい、頑張りを続けてこられている方がいますよ、ということで、まあ、民間人なんですが、私の友達のマキちゃんを皆さんにご紹介させていただきたいなと、ツイキャスでね、出ていただいてお話をお聞きしたいなと思って、今日ゲストに出てくださいということで、お願いをしました。はい。じゃあ、マキちゃんに電話をしたいと思います。彼女は、日本が好きな主婦が考えてみた。はい、まきちゃん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイキャス久しぶりでしょ。お久しぶりです。ねえ。ドキドキします。あ、いえいえ、ドキドキしなくても大丈夫です。はい。お声だけなので、全然リラックスして、なんだったらこう、いっぱい引っ掛けながら。あ、切れちゃいました、今、なんか。回線悪いんかな？もしもし。もしもし、切れちゃいましたね。ごめんなさい。すいません、ごめんなさい。あ、いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。皆さんに声大丈夫です。届いているようです。あ、よかったです。はい、よろしくお願いします。今日1時間ほど私とまったりと。はい。音とかおかしくはないですか？うん。一応今、画面を見ながら話してるんですけど。はい、はい。画面っていうか、音を消しちゃうと。うん。あ、大丈夫です。すごく綺麗に。うん、音声大丈夫ですよって今、英吉さんも。りょうこさんも今、すごくクリアに聞こえてますよっていう。このままで大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい。OK です。ということです。はい。綺麗にね、まきちゃんの声届いてるようです。そう、今ね、ちょっとこう、まきちゃんと知り合ったいきさつが、ツイッターのついでもだからだったっていうことをちょっとだけ触りだけお話ししたんですが。はい。はい。そう、ついでもでね、すごく熱心にやってくれてるとか、やってる人がいるなと思って、でそこから、どういうふうに個人的にやり取りするようになったのか、あんまり記憶が定かじゃないんですけど。多分、初めて、こう、やり取りしたのは、はい。拉致事件関係じゃない他のことでやり取りしてて、ちょっとしばらく間が空いて。だっけ？それだっけ？うん。拉致問題のことでまた
つながってみたいな感じだったと思います。あ、そう、そうなんだね。うん、私はなんかこう、ついでもね、最初、日本が、好きな主婦、で感じることってやっぱり実際にリアルに行動しだしたら、はい、こうふうから外れちゃうんだなと思って、うんうん、なんかごめんなさい、今ちょっとだけ音声が切れてたみたいです。あ、復活してるみたいです。はい、よかったです。ごめんなさいね。そうそうそう、なんかね、なんかアカウントが最初、そうそう、アホ主婦って書いてて、私面白い人だなと思った記憶があります。すごいアホなんで、ポンコツなんで。いや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 。いや、月さん違うね、これね。見ようとしなくてもね、画像を変えるところの画面のまま止めてると、音声がね、聞こえなくなるんですよ。この1年ぐらい、ツイキャスがね。うん、ツイキャスに文句言ってくださいね。ツイキャスのサーバーがね、もう弱いんですよ。はい。ちょっと今画面見ながらね、私がこういろんなこと質問、マキちゃんにしていくので。はい。はい、答えてくださいね。その美術館の作品展のことももちろんお聞きしたいんですが。はい。これは、マキちゃん、尻尾焼きか何かで、オリジナルのブルーリボンバッジを作られてるんでしょうか？それは。はい。注文っていうか普通にメーカーさんに頼んで、そうなんやね、そっかそっか。その分も許諾申請としてるんで、うん、ちょっとややこしくって、写真を撮ったものっていうか、着ぐるみの写真を撮ったものは、はい、許諾通さなくていいんです、申請通さなくていいんですよ。マキちゃんごめんなさい、ちょっと息が入るみたいだからマイクちょっとだけ離しててください。あ、はい、すいません。はい、あ、大丈夫です大丈夫です。そうそう、あ、テンポイントさん知ってる。かわいい、くまさん、これね、愛媛のゆるキャラの、みきゃんっていうね、キャラクターなんですよ。そうですよね、まきちゃん。はい、そうです。はい。ね、こんな風に大きなブルーリボンを持って、まきちゃんが、ね、持ってもらって撮った写真なんかもあって、こういう、なんていうの、ゆるキャラなんですよね。はい。写真、着ぐるみの写真の方は許諾通さなくても自由に使えるんですよ。うん、で、イラストの方が許諾を通さないといけなくって、はい。それは県の方に、了解をもらう感じですか？そうです。政治活動とか宗教活動とか、あと、はい、なんか暴力関係みたいな、そういうのには一切使えなくて、それ以外は、無料、申請して申請が通れば無料で、使えるんですよ。なるほど。じゃあ、政治関係だ、じゃない、まあ、宗教関係じゃない、まあ、例えば、何かこう、なんていうの？お金を得るような活動でもないっていうことが認められてるってことですね。うん。例えば、うん、愛媛で作っているウィンナーとか、はいはい、ソーセージみたいなものとかを、じゃあ、うちの会社で販売したいなとかってなった時に、うんうん、販売目的なものでも使用料はいらないんですよ。お金がいらなくて。へぇー。はい。で、もちろん、無償で配ったりとか、営業目的っていうか、でもいいんですか？そういうのじゃなくても、うん、かからないし、一切かからないんですよ。あ、そうなんですね。へぇー。うん、このみきゃんの、あ、ごめんなさい、まだちょっとやっぱり木が入ってるみたいなんで。あ、はい。はい。熊門みたいな感じですね。そうですね。そうです。愛媛のね、熊門みたいな感じですね。まあ、熊門はね、かなり有名ですけどね。愛媛行くとね、このみきゃんの、結構いろいろね、あちこちでお土産物屋さんとかでも見ることがありますけれども。
このね、みきゃんのもう一つの方のキャラクターあるじゃないですか。黒い方の。あ、ダークみきゃんですね。あ、これダークみきゃんですね。はい。あ、なるほど。ダークってつくだけあって、ちょっとこう、バイキンマンみたいなキャラでしょうか。ちょっと、悪い感じで。悪い感じで。黒いみかんだから、なんかこう、ねえ、傷んでるのかなみたいな。悪い感じなんですね。そっかそっか。でもなんか、なかなかね、可愛いです。悪役って、悪役ですかこの子は。そうですね。あー。面白いですね。だから、ポーズ取ってもらうときも、うん、みきゃんのときはなんか、まっすぐ持って、アークはちょっと悪い感じで持って、うん、あ、そうなんですね。撮ってくださって。ああ、そうなんだ。かわいいですよね。でもね、どっちもかわいいですね。腐ったみかん。ごめんなさい。いらんこと言いました。いや、腐ったみかんじゃないそうです。悪役だそうです。ダークです。はい。そうなんですね。うん。で、まきちゃんは、まあ、愛媛の松山に、住まれてるんで、結構この、みきゃんを使ってね、例えば、こういうふうに郵便局で、まあ、自分たちでこう、デザインを決めて作る切手なんかも、あ、もうちょっとアップにしましょうかって、中に書いてある字が見えるぐらい。これは、結構これは自分で、郵便局で申請すると作れる切手なんですよね。はい。郵便局で作れます。はい。あ、まだ字が読めないかな。ブルーリボンってとこだけは皆さん読めると思うんですけど、実際に私、まきちゃんからお手紙いただいたときに、この切手をね、貼ってくださってました。なんかほっこりしますよね、やっぱりね。この字のとこちょっとグッとアップにしますね。ちょっと読めるかな。北朝鮮に連れられた人は、あ、ちょっとごめんなさい、読みにくいですね。北朝鮮に連れ去られた人は生きてる。必ず助けるよって印だよって書かれてます。はい。全部これひらがなにしてるのは、まあ、漢字とか読めないお子さんも読めるようにっていうことで、ひらがなで表記したそうです。はい。あ、すごいと。ヘルミさん。ね、ブルーリボーンの生みの親がすごいというふうに。ね、よかったですよ、マキちゃん。嬉しいです。ね、本当に。はい。わかりやすくてね、いいですよね。またこういうふうにこう、切手に貼ることで、こう、普段のお手紙でも、拉致問題の啓蒙啓発にできるっていう、素晴らしいアイデアだと思います。まあね、彼女はもうそれだけじゃなくて、本当に、まあ、数々、私が知り合ってからでも、もう本当にとどまることなく、まあ、その時からこのブルーリボンバッジっていうのをお手製で作ってたんですが、これね、まあ、出来上がったものが左側のリボンになるんですが、右側の細く切ってるブルーリボンで、ブルーリボンバッジを一つずつ作って、安全ピンをつけて、で、また綺麗に包装して、無料配布ということをしています。デザイナーさんって書いてる。セイラさん。全然違います。あ、でもそういう美術系のね、はい。ことにすごく強い方です。はい。絵もね、とても上手ですし。まきちゃん、このブルーリボン、バッジ、私も、手元に大事に持ってるんですが。ありがとうございます。はい。今までで、これ全部一個ずつこうやってね、セロファンに入れて、放送して配ってるんですけど、今まで何個ぐらい作ったか、大体の累計でいいんですけど、覚えてる数で言うとどれぐらいになりますか？いや、もう、途中から数えるのやめました。やめました？そっか。とりあえず、今回、なんかイベントやるときに、じゃあ、1000個作ろうとか、500作ろうとか、毎回の署名活動、毎月の分は、50から100とか、数決めて、その数を必死で作ってるんで、トータルの数はもう途中から数えなくなって、あ、そうなんですね。3000個超えたあたりからもう、数えてないんですか？数えてないです。あ、そうですか。もう私の、やっぱり考えで言うと、まあ1万は十分超えてるんじゃないかなと
思うんですが、肩こりそうだなと、テンプントさんが。はい。肩こります。肩こるでしょ、本当に、うん。これね、まずこう、糸でね、縛った後に芯の真ん中の部分を、あれは糊で貼ってるんですか？百均で売ってる、うん。グルーガン。あ、なるほど、なるほど。グルーガンで留めるんですね。手芸用のボンドとか、普通の木工ボンドとかでも大丈夫なんですけど、うん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 、くっついて乾くまでに時間がかかるのと、そうですね。あと、ある程度、出来上がった時に乾かして時間を置かないと、独特のボンドの匂いが飛ばないんですよ。うん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 。なんで、グルーガン買うのが一番早くて楽です。あ、そうなんですね。はい。はい。もうちょんちょんってちっちゃくつけていく感じですね。匂いがないんで、うんうん、やっぱ袋詰めすると、匂いがこもるから、なるほど。開けた時にね、こう、嫌な匂いがすると思ったけないんで。いや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 、そんな。無料配布してるのに、すごい気遣いですね。本当に。あ、今ね、この山猫ちゃんも私の、まあ、リアルの友達なんですけど、仕入れたビニール袋の数を、数えた方が早そうと。なるほど。そうですね。うん。マキちゃんが何個ぐらい、この、一個ずつブルーリボンを入れている袋を買ったかを数えた方が、今までのトータルが分かるような感じですね。もう本当に、誰かもさっき書かれてましたけど、頭の下がる、あ、水野さんがね、書いてくださった、頭の下がる活動をもう常にずっと続けてこられてます。もちろん、スクカ愛媛の方に、所属もされてまして、所属される前から署名活動のお手伝いもずっと続けて来られている方です。はい。うん、もう本当にね、これが一般の人がここまで、まあ、よくできるなと思うぐらいの、活動をね、本当にずっと続けて来られています。これ段ボールでね、まあ、ティッシュを、ポケットティッシュをマキちゃんがこう仕入れるわけですよね。業者じゃないけど。業者のような数を。うん、箱売りの分を、はい。500個とか1000個とかを買って、はい。普段使う分は、うん。ちょっとずつ、チラシを入れて、ブルーリボン貼り付けて、署名活動の時に配らせていただいて、あとこれ、お写真と、写していただいている分は、今年、はい、愛媛銀行さん3店舗に置いていただいたんですけど。あ、そうでしたね。そうそうそう、銀行さんとかでもね。たんで。はい。あ、今、ちょっと待って、月さんがですね、はい。なんか探してきて、ちょっと待ってね、出すね。まあ、マキちゃんはですね、私たちのこの、ダッカンキャスの、バッジも作ってくださったことがあって、三浦先生がね、それを胸に、多分月さんが渡したのかな。つけている時の写真があったので、まあ、こういう風にね、バッジも作ってくれたりね、ダッカンキャスのバッジも作ってくれたりしました。はい。つけてくださってるのを見るとすごく嬉しいですね。いやいや、もう、まきちゃん、本当にこんなこと言ったらなんやけど、自腹切ってるのが、すごいなと、本当に。いや、もうね。いやいや、本当にちょっとずつなんで。いや、本当に。この、お小遣いの範囲なんで。いや、まきちゃんみたいな人にね、本当は国からとかですね、拉致ダニオさんの一部をね、回したいなと、本当に本気で真剣に思うんですけど。いやいや、その銀行さんでのこういうティッシュの、配布っていうのは、はい。いかがですか？もう、皆さんから結構好評なんでしょうか？去年は、ちょっと急に決まって、うん、はい。今年500持っていったんですけど、去年は200で、500も持っていたのすごいなぁ。今年は500だって、去年は200やったから、はい。もう、2日半ぐら
内で亡くなっちゃって、啓発週間持たなかったんですよ。え、2日半で亡くなったの？はい。で、今年はちょっと回答を増やそうと思って、本当は1000人作りたかったんですけど、他の作り物とかもあって、ちょっと体調があまり良くないのが続いて、ちょっと断念して、今回は申し訳ないなと思いながら、銀行さんは500人してもらったんですけど、他のところにも作って持って行ってるので。いやー、ごめん、マキちゃん、本当に。いや、もうごめんね、ごめんねっていうのもないけど、なんかこれ、マキちゃんとのね、お電話で、このツイキャスにね、出ていただくにあたって、ちょっと打ち合わせでお電話でお話ししたんですけど、なんかね、心のない人、まあほとんどの方は心のある人だと思うんですけど、こういう、まあ銀行さんとか、市役所さんとかに無料配布で置いてあるものを、まとめてドバッと持っていく人もね、いるそうなんですよ。ちょっとひどいでしょ？ひどいなと思うんですけど、それはさすがにね、手作りで行っていて、このティッシュもね、こう、紙を挟んでるし、ね、黒坂先生、本当ですよね。自治体とか政府とかの まあ、言うたら、みんなの血税からのね、補助金って変な左翼団体のね、まあ、今、問題になってるようなところとか、そういうところにね、こう、まあ、利権のように使われてるのに、こんな自腹でね、こういう活動を、そういう補助金ももらわずやってる人がいるんですよ。本当に素晴らしいでしょう、皆さん。で、これね、この今配られているマスクの写真のアップがこれになるんですが、コロナ禍が始まった時に、本当にマスクがなくて、ねえ、マキちゃん、もうどこにもね、もうマスクがなくて、こう、政府が転売をするなっていう、もうね、お達しが出たように、うん。まあ、みんながマスクがなくて困ってる時に、今、マキちゃんこうやって、アマビエのね、イラストなんかもつけて、で、もう大量の布を購入して、もう、職人のように一日中ミシンを踏むという、マスク作りのためにミシンを踏んで、こう、ここに今あるだけでも、30、40ぐらいあるのかな。全部こう、ね、イラストをつけて、ブルーリボン刺繍をつけて、無料配布したんですよね。無料ですよ、皆さん。ちょうどコロナが、こう、はい、広がり始めて、マスクが、なかったんですよね、本当に。全然、店頭に、そう、消えちゃってね。そう。本当は、両面、ダブルガーゼで作りたかったんですけど、うん、手作りで作る方が一気に増えて、注文しても、1ヶ月ぐらい待っても布が届かないみたいな状態だったので、そう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 、マスクゴムをね、すごい売り切れるのでしてましたよね。なのでちょっと諦めて、そうそう、表面は筆の面生地にして、裏は白のダブルガーゼ買って、私あれ買ったよ、腹帯のような、なんだっけ、さらし、そう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 、さらし布で、さらしでやりました。うん、そう、山猫ちゃん書いてくれてるように、私もね、マスク作りをね、ずっとやってたんですよ。きっかけは、この、マキちゃんから手作りのね、ブルーリボン刺繍のマスクが、私に届いて、本当に感激して、ものすごく嬉しくて、でも彼女はこれをみんなにこう配ったり、無償配布してるけど、彼女は手作りマスク届いてるんだろうかと思うと、配ってるばっかりじゃないのかなと思うと、私からなんかこう、お礼の、なんていうのかな、気持ちを込めて、私もブルーリボンをつけたマスクをマキちゃんに送りたいと思って、そこからマスク作りしたのを覚えてます。はい。私、不織布マスクをつけると、顔が痒くなっちゃうんでしょ、はい。ありますよね。肌が敏感な人とかね。うん。なので、うん、布だとね、だいぶね、違いますよね。つけるのが多いので、うんうん、シェリーさんにいただいたのもずっとつけてます。いえいえ、もう今も、いろんなマスクもありますので、もう、
もう、使ったやつはもう、どうぞもう、気にしないで捨ててくださいね。いえいえ、大事に使ってます。ね、私も、まきちゃんがちゃんとね、私のアイコンのペコちゃんのね、柄でね、わざわざね、生地買ってきてくれて、藤原のペコちゃんの柄で送ってくれたんですよ。本当に嬉しかったです。はい。まあ、そういうね、本当にこう、マスクもね、こう、いろんな柄、さっきのね、くまモン柄なんかでも、こんな風に作ったり、ちょっと今写真ないんですけど、ハンカチ、布ハンカチを、ここに回せて縫われて、そっちにもこう、ブルーリボン刺繍をつけて、市役所や県庁の、方でこう、無償配布をされたりしてこられています。シェリーさん、このくまモン柄は、荒木さんに送ったんですよ。ああ、荒木先生よくね、くまモンをそうなんですよ。ね、キム・ジョンウンにこう。後ろにくまモンがいつもいるから、ね。そうそうそう。そっかそっか、荒木先生送ったんですね。見つけて写真送ってくれました。あ、優しいですね。優しいです。そうですか、上の写真が村尾さんの分で、下が。なるほど、なるほど。荒木さんで、二人とも写真撮って。あ、ツーショットで。あ、そうなんですね。ああ、なんかいいですね。すごい優しいんですよ。ねえ、確かに村尾さん風神雷神って感じですよね。いや、そうでしょ、なんか。そう。そうなんです。これね、刺繍は、なんかね、刺繍ミシンを彼女が、その時こう、使えてたので、あれはまだ、刺繍ミシンが出会ってたのかな、マキちゃん。そうです、そうです。ね。ね、これ、そのミシンの前は、手刺繍で、手刺繍でやってたの。やってたんですよ。それは大変やだね。結構時間かかるから、ミシンだと、早い。ダダダダダダって感じでね、できるけど。そっかそっか。まあでもあれよね、刺繍ミシン自体がまあ、あんまりね、ないものね。そうなんですよ。なんか、安いやつで、こう、簡単に使えるやつがもう型が古いので、メーカーに故障したりとかして送っても、メーカーではもう直せないとかって言われちゃうんで。そうなんね、そっか。そうか、まあ、こういうふうな黒い枠でね、ミシン。これはミシンがで、ミシンの枠だっけ、この黒い枠は。そうです、そうです。ね、こういう枠内の中で位置を決めて、デザインは、マキちゃんがこう、ブルーリボンを作ったってことブルーリボン刺繍なんかなかったと思うから。そうです、読み込むやつがあって、刺繍のデータにして、ブルーリボン読み込んで、刺繍のデータにして、で、もうデータが入ってるので、あとは、どの位置に入れるかって、設定して、枠入れすると、この辺りに入るかなって計算しながら入れていく感じですかね。うんうん、そうなんですね。これは、どこかの、まあ、県庁か市役所かの、まあ、北朝鮮人権週間の期間にこういうふうに、まきちゃんが無償配布。これは今年の、伊予市の市役所さんにお届けした分で、はい、今年から伊予未来館の方で展示してくださっています。今まで市役所の1階で結構なスペース取って、展示してくださってたんですけど、ちょっとここに郵便局さんが入るようになったので。あ、そうなんやね。はい。これ、この写真見ると、このチャームなんかも無償配布の中に。すごいな。これはね、なんか市役所とか県庁さんがこう、一気になくなるのを気にして、小出しにしてくれてるそうなんです。でもね、いくら無料で、お取りくださいって書かれてても、そんな、ごそっと持っていく人がね、世の中にいると思うと、すごい腹立ちますよ。いや、私はもう、一人の方がまとめて持っていかれてもいいかなと思ってるんですけど、こういうチャームとかも、そうだし、身につけるものとか多分、たくさん持っていったら、市役所に置いててねって、その人が多分、
配ってくれると思うんですよ。なんて人の人が持ってってもいいかなと。ただティッシュとかは、ああ、ティッシュね。家で使っちゃったら、他の人に見てもらえないから。そうかそうかそうか、なるほど。うん、いや、私はもうジャムでもまとめて持ってくのはやめてと思うんですけど。いや、こう、私、手先が器用な方じゃないし、センスもある方じゃないんで。いやいやいや、文章でですよ。手に取っていただいて、つけていただけるだけで本当に嬉しいんで、ご主人持っていかれたらまた補充しますよって言うんだけど、やっぱり、期間中は、うんうん、なくなるとね、寂しいよね。出したいって思われるんだと思うんで、なるほどなるほど、まあ、それはそれでこっちが無理に言えないので。はい。あ、これで、まきちゃんが前に作った、ハンカチの写真ですね。これは、ね、月さんがなんか仕事で四国行った時に、まきちゃんが配ってるのを知って、取りに行ったみたいなんですよ。でそれを、まきちゃん見ててね、こう内藤先生に渡したっていう、で内藤先生が持って写真を撮ってくれたっていう写真ですね。はい。ね、ちゃんとこうやってね、広がるとね、いいですよね。伊予市役所に取りに行ったのね、月さんは。そっか、まあ、だから、彼女は本当にこう、12月の、まあ、6日から10日の北朝鮮人権週間っていうのが、まあ、毎年毎年あるんですけど、それの時に、まあ、銀行さんだったり、市役所とか県庁さんとか、で、まあ、配る用のものもずっと、何ヶ月ぐらいで用意しますか？やっぱ2ヶ月ぐらいはかかる。2ヶ月では済まないか、3ヶ月ぐらいかな。と思うんですけど。わあ、だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらい。あ、器用やな、本当に。結構ダーッと集中的にやる方が向いてるんで。このチャームのね、大きさがどれぐらいかっていうのは、この指の、持っているね、指でこうつまんでるのでわかると思うんですけど、ものすごいちっちゃいんですよ。はい。これはピアスですね。これピアスですね。まあ、ピアスだから大きくはできないか。また特別ちっちゃいと思うんですけど。結構耳につけてるとちっちゃくて見えないんじゃないかなと思うんですけど、こう、対面してお話ししてると男性の方って結構よく見られてるみたいで。あ、そうよね。それも自分で手作りですかとかって、後で言われたりするんで、あ、男性の方は結構、見られてるんだなと思って、ちっちゃいから、気づかないかなと思ったら、ね、見てくださってるから、見てくれてると思って。いやー、もう、本当に彼女すごくね、もう いろいろ手先が器用でいろんなもの作られてるんですけど、可愛いでしょ、ピアス。あ、ピアス欲しいという。ねえ、まきちゃん、そういうのも、やりますか、仕事で。どうですか。ねえ、アクセサリー作家さんとかね、今、あるもんね。これまた新しい、ちょっと、もうちょっとアップにしますね、一個をね。ガマ口タイプのチャームなんですよ。本当に可愛くて。一個ずつ柄が違うんですけど、これは、まきちゃん、布なの中は。ガマ口の中は。あ、そうだよね。ほら、欲しいってリオッチも言ってる。欲しい人ね、いると思うんですよ。ああ、嬉しいです。ついでもやってる人とか、女性とか、まあ男性とかでも欲しい人、いると思うので、まきちゃんのこの、なんていうのかな、材料費になるように、いかがでしょうか。有料でお分けするっていうのはどうでしょうか。そしたらみんなも欲しいものが手に入るし、しかも手作りで一点物で、で、まきちゃんの、こう、自腹切ってる分が、ちょっとこう、お助けになるっていうのを、いかがでしょうか。しんどい？でもね、売り物になるようなクオリティじゃないんで。いやいやいや、なんで？私、実物見たことあるけど、本当に上手やん。全然。さん聞いてくださいよ。このガマ口が、大きいサイズと小さいサイズがあって、大きいサイズが500円玉が1個入るぐらいなんですよ。これね、こんな感じ。うん、大きいのと小さいのと。小さいサイズの方がちょっと小物とかアクセサリーがちょろっと入るぐらいの、なんか開くんですよ。あ、開くね、2巻とね。あ、すごいやん。今日は500円玉1枚入るんですよ。うんうん。このつけてるブルーリボンを、
カップするのに、うん、最近老眼が、ごめんね、笑って。見えなくて、感じて。いや、もう十分十分。本当に。ヘルミさん、彼女がいたらプレゼントしたい。いや、彼女たくさんいるじゃないですか。いろんなところに。いかがでしょう、ヘルミさん。社長。まとめてドンとお買い上げ。でもガマ口なんて、例えば、もうちょっと大きいサイズのやつって、もうちょっとコインが10枚ぐらい入るのとか、はい、マキちゃん、本当に冗談抜きで、ブルーリボン、うん、作家さんというか、ブルーリボンチャーム、アクセサリー作家さんみたいな感じで、うん、やってみたらどうかな、みたいなことも思うんですよね。まあね、無償で配ってるっていうのがね。ちょっと前に少し悩んで、やろうかなっていうか、うん、愛媛県って認定被害者の方がいらっしゃらなくて、はい、特定失踪者の方、うんうん、そうですね、大政さんとかね、うん、で、その連絡不快さんっていうのがあって、こうイベントの時に呼ばれて、署名活動に行ったりとか、うん、公演に行ったりとかされてるんで、ちょっとコロナになってから、うん、イベントが一切できないっていうのがあって、うん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 、そういう時に募金箱も置いてて、うん、カンパみたいな形で、その連絡会さん自体の活動費みたいなのが入るようになってたんですね。だから集まらないから、うん、なんか、こう、作って売って、売り上げをカンパするようにしようかなとかと思って、すごく悩んだ時期もあったんですけど、うん、やっぱり、その、費用じゃないので、出来上がりが、お金を取るのは申し訳ないなと思って、うん、それだったら違う形で、ね、うん、何かできることを考えようと思って。ああ、そっか。まあでもね、まあお金をもらってしまうとまたね、こう、税収報告とか。そういうのもあるからね。いや、大変だなっていうのも、そう。そういうのがね、大変やなっていうのもよくわかります。ね、山猫ちゃん、500円ちょうど入るの助かる。ね、よかったら、もしかしたら彼女がこう、気が向いたら、個人的にやり取りして作ってくれることもあるかもしれません。これハンカチの時の、写真ですね。そう、まあ、彼女はね、本当に絵も、ものすごく上手なんですが、2017年のその3月に、愛媛県立美術館で、タイトル何だったっけ？拉致問題をテーマにした作品展でよかったのかな？はい、うん。を、開かれました。で、その時にね、まあ、いろんなこう、中学校の、美術部の生徒さんに、拉致問題をテーマに、こう、いろいろ絵を描いてもらったんですね。その絵もちょっとこう、皆さんに紹介していきたいなと思います。もう、あの時から約6年なので、まあ、これを描いた中学生の人たちもね、みんなこう、うん、成人してるんじゃないかなと、もう成人近くなってるんじゃないかなと思うんですが、で、この絵をね、描いてもらうにあたって、アニメめぐみを、学校の方で生徒さんはご覧になったそうです。まあ、こんな感じでね、アニメめぐみを見た後に、まあ、アニメめぐみなので、こう、書かれてるの多分めぐみさんがね、こう、モデルになってるんじゃないかなって思うんですけど、ちょうどね、同じ年ですよね。めぐみさんが拉致されたのと同じ年代の、ね、お子さんとか生徒さん方なんで、うんうん、結構思うところもあったんじゃないかなと思って。そうですね。だから、自分たちも急に家に帰れなくなったりして、その、ね、海の向こうの北朝鮮っていう日本よりもずっと自由の、本当にないもの、食料もない、医療品もない、本当に貧しい、自由のない苦しい国に連れて行かれるっていうのが、まあ、彼らにとっては、どういうふうに映ったのか、またそれをこう絵にしてくれって言われて、
どんなことを思って書いたのかっていうのをこう皆さん、想像しながら見ていただきたいんですが、やっぱり家族と離れたっていうことをね、訴えたいっていう感じですよね。作品集から撮ってます。作品集を彼女がというか、まきちゃんがね、作品展が終わった後に、一点一点写真に撮って、それをカラーで冊子にして、作品展に出してもらった人にみんなに配ったんですか、まきちゃん。作品を送ってくださったっていうか、生徒さんの方にはちょっと遅れてないんですけど、はいはい、一般参加してくださった方々には送らせていただきました。そうなんですね。もうでもあれもカラーだったから、冊子作るのもね、高くついたっていうか、高かったんじゃないかなと思います。やっぱね、離れてるところで作品展なので、こう、行きたくても時間に見れない方々もいらっしゃったので、はい、東京だったり埼玉だったりいろんなとこから兵庫だったり送っていただいたので、なかなか愛媛まで来ていただけなかったですので、ああそっかそっか、もう私はね行けましたけどね、まあそっか、作品展見に来れなかった人もいますもんね。なんで、そっかそっか、冊子を作って送らせていただいたんですよ。うん、そうでしたね。もうちゃんと全部カラーでね、こうやって作品が全部わかるように、彼女が作ってくれたので、私もこれは、作品展に行って撮った写真じゃなく、彼女が送ってくれたその、本から写真を撮ってます。ね、これもね、めぐみさんの好きなひまわりを描いてブルーリボンが左上にね、ありますね。こういうふうにね、子供たちがこう、感想文を書くんじゃなくて、絵にして書くっていうことが、感想文とまた違って、その書いた人たちはきっと覚えてるだろうなと思うんですよ。ね、赤かんかさんが絵の訴える表現力がすごいっていうふうに。ねえ、拉致それは人の人生を奪うというふうに。うん、この鳥かごの中に閉じ込められている女の子が、めぐみさん、笑わしてるんだなと思います。一生懸命ね、考えて生徒さんが描いてくれました。この絵はもう、はい、返却、作品展が終わった後は返却したんですか？はい。あ、そうなんですね。なんかね、こう、みんながこう、手をよく描いてるなと。手を描いてるってことは、その自分自身がめぐみさんのイメージっていうかこう、自分の手元から友達が離れていくっていう感じでこう、手を描いてる人がね、すごく多いんです。あとね、その生徒さんの作品も素晴らしいんですけど、ちょっとまきちゃんの描いた絵もね、皆さんに見ていただきたいなと思います。ちょっとオープニングでも流しましたが、これね、横田めぐみさんの写真から、彼女がこれは鉛筆で、描かれました。まきちゃんがめぐみさんの貼り絵を作っているやつもちょっと見ていただこうと思う。ちょっと待ってくださいね。見せるものが多すぎて。あれ？どこ行った？あれ？写真が多いと。そうそうそう、写真が多いと。見るのが大変ですよね。でね、この写真を探してるとね、音が止まるという、なんかね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。切れてなかったらいいですけどね、今。ねえ、ほんと上手でしょ。何分ぐらいで描きましたか？こう感情的にガシガシ描いちゃうタイプなので、こう何日かに分けてちょっとずつ描くようにしてるんですと、それでもちょっと仕上がりがなるほどなるほど、汚いんですけど。いやいや、本当に上手ですよ。本当に。お世辞じゃなく。でね、これはね、実は、貼り絵なんですよ。貼り絵がわかるところが、細かくね、
張り絵になってるところアップにしますね。まだこれでも分かりにくいかな。これ小さく小さく紙を、まあ、ちぎり絵ですね。切って、手でちぎって貼り付けていくっていう作業をしています。これは、色紙ではこの色出ないと思うんですけど。色紙です。あ、これ色紙ですか？うん、100色ぐらいある色紙があるんですと。あ、やっぱりね、すごい細かいですもんね、色がね。もうちょっとこう、ブルーリボンがね、こう、バックに。うん。こんな感じで、まあ、あったった。全体はこういう風になってるんですけども、ねえ、山下清子へ、山下清子へという。力がありますよ。いやいや。で、彼女はこうね、これは切り絵なんですよ。しげるさんが、めぐみさん赤ちゃんの時に抱いているところの、アップなんですが、これは紙の切り絵ですよね。黒い画用紙を。切っていく。あ、カッターで切っていたんですね。はい。これも細かい。本当に。ねえ、グッドアップにしましょうね。どれぐらい細かいか、目のところとかね。はい。ねえ、あ、ヘルミさんが褒めてくださってます。素晴らしい。こういう絵の画像をダウンロードして、多くの場所で使えるようにできたらなと思います。あ、なるほど。マキちゃん、なんかブログか何かを立ち上げて。ブログか何か立ち上げて、天才自由ですみたいにやってください。でね、あとですね、彼女このショールもブルーリボンをイメージしてね、作りました。これは、機織り機で編んだんですよね。今治の方の工房さんにお邪魔させていただいて、はい、織り方を教えてもらいながら、うん。こういうイメージでっていうのを相談して。鶴の恩返しのような感じですか？じゃなくて。え、そうなの？手でコンコンって。あ、そうなんやね。すごいな。すごいな。これはだいぶ時間がかかったでしょう。長さも長いし。なんか、うん、でもすごい楽しかったです。あ、ね、楽しいよね。もの作るのね。まあ、彼女はものが作るのが、ね、上手だし楽しいからこういうことができてるんだと思います。あ、テンポイントさんが、去年行ったんですよ、愛媛。宇和島城を見たくて。こうして活動している方がいるのは知りませんでした。あ、そう言っていただけると今日まきちゃんにゲストで出ていただいた甲斐があります。はい。皆さん、彼女の、ツイッターとかフェイスブックをぜひぜひフォローしてください。でね、彼女の作品、あと、作品展でまきちゃんが出したのは、マフラーと、だっけ？油絵ってどんな絵だったごめん。あ、ちっちゃいやつか。海の。そうですね。あー、ごめんなさい。ちっちゃかったから、取りにくかったから取れてない。ごめんなさい。はい、油絵と、うん。なんか、帯留めみたいなのとか。そうか。ちっちゃなものを作ったやつとか。うんうん、切り絵とちぎり絵、イラストですね。ああ、すごいね。やっぱ自分がね、こう作品展をするってなって、作品が集まらなかったら大変だから、まあね、こう自分でもこういろいろたくさん用意したんですね。でもその頃からもこういうレジンのアクセサリーも、はい、これが作品展の時に彼女がね、出してたものです。あと、大人の人の作品もちょっと見ていただきますね。一部になります。これはブルーリボンをイメージして、こう、ぬいぐるみを作られている方がいました。はい。で、あとはですね、お人形さんの洋服も出していいですか、マキちゃん。あ、はい。はい。これ、バービーのサイズかな。リカちゃんのサイズかな。リカちゃんのサイズですね。あ、リカちゃんのサイズですね。これね、リカちゃん人形の、切れるように、
まあ、普段からこういうお人形のお洋服作られてる方なのかな。そうです、そうです。はい。その人が、まあ、こういう農作品店に、お願いして作っていただいて、はい、のためにということで、ちょっと、一部になります。もうちょっとアップで。まあ、ブルーリボンを、使って、リカちゃん人形の服を作ってくれている展示もありました。はい。あとはですね、まあ、自分がね、こう、いろんなものを作るのが苦手だなぁ、なんていう人は、そういうこと言ったら怒られるのかな。うん。こういうね、市販の、起き上がりこぼしに、ブルーリボンをこう、貼って、たくさん持ってきてくれた人もいました。はい。このぐらいかな。紹介しきれてないのないかな。あとはですね、あれ？ブルーリボンの展示のやつが、ちょっと待ってね。あとはですね、いろんな政治家さんの色紙も奪還っていう風に書いてもらって、展示したりしました。ね、面白いですよね。マキちゃん、正直、県立美術館を貸し切って3日間でしたっけ？はい。はい。作品展を、まあ、約6年前にされたんですが、いろいろぶっちゃけて聞きますけども、はい、ああいう県立美術館を借りるのっていうのはどれぐらい？はい、場所とか、はい、おいくらぐらいかかるんでしょうか？借りるスペースの大きさとかにもよるんですけど、私が使わせてもらったところで、入場料を取るのと取らないので、また、金額が変わってくるんです。ああ、そうでした、そうでした。言ってたね。うん。無料でやらせていただくってことで、ちょっと安めで、それでも1日6000円ぐらいだと思います。あ、それでも1日6000円、そっか。6000円弱ぐらいだったと思います。うん、で、かなり広かったもんね、スペースは。大きい、本当に、こうプロの方が作品展やられるような大きなとこ展示場だと、天井のライトとかの調整があるんで、あ、絵に当てるのにね、そうかそうか。ライトの調整する人を雇ってきてもらわないといけないんで、最低でもライトの費用が4万ぐらいはかかるんですよ。あ、ちゃんと、展示した絵に、こう、ピンポイントにライトが当たるように調節するやつですね。一応、それぐらいかかるっていうのを、自分の母校の先生に聞いてたんで、ちょっと用意はしてたんですけど、うん、私が借りてたところは、こう、結構、書道展やったりとか、いろいろ、一般の方が普段使われるところを借りたので、ライト調整がなくて、まあ、その分浮いたので、本を、写真を作ろうとかって。そっか、いやもう、でもたくさんお金かかってますね。彼女のこの作った冊子の始まりのところの文章なんですが、メディアなどで扱われることが少なく、なかなか拉致問題を考えるチャンスがないのではと考え、もう一度拉致問題を考え、深く理解していただくきっかけになればと、作品展を開催いたしました。というふうに、彼女は、まあ、メディアが報道してくれないんだったら、まあ、自分で美術館を3日間貸し切って、作品展を開いて、いろんな人に作品を募って、そういうふうにこう、作ってもらうことであったり、見てもらうことで、拉致問題についてまた新たに関心を持ってもらおうという、素晴らしい取り組みをね、本当に、成し遂げた方です。うん。ぜひ、彼女にもう一回やってもらうと言うんじゃなく、あ、それぐらいでやれるんだと。じゃあ、私にもやれるんじゃないかな。
僕もやろうかな、俺もやろうかなと思われる方は、別に作品展じゃなくてもいいと思いますし、例えば、書道展とかね、書道もこう別に、達筆な人じゃなくてもこう味があると思うので、それぞれの思いで書いてもらったら、そういうふうにこう、拉致問題をテーマに、なんとか展みたいなのが、ね、民間でこういうふうにやっていけたらいいなと、はい、思います。で、本当だったらこういうのは、ちゃんとこう、拉致隊の方に、北朝鮮人権法からですね、北朝鮮に拉致された人を救う活動なので、補助金をドンといただきたいと思いますということで、補助金をもらって作品展がね、あちこちでできるようになったら、それこそ、この間ね、マキちゃんとも話してたんですが、例えば音楽、演奏とかで、音楽とかで、拉致問題の、そういう、なんていうんですかね、会ができるといいなという話をしてました。ちゃんとね、別に、なんかね、一般の人でもこういうことができるんですよ。すごいですよね。だから、国がね、やってくれないっていうのは本当にまあ皆さんいろいろ不満に思われてると思うんですが、一般の人でも本当に行動力さえあれば、いろんなことができますよということを、まあ、マキちゃんのね、頑張りをこう通じて皆さんにお伝えしたかったので、今日ゲストに出ていただいてお話をお聞きしました。なんか音楽展みたいなやつを、なんかこう企画はね、いろいろこう、ああしてみたい、こうしてみたいってあると思うんですけど、マキちゃんどうですか？そうですね、何でもそうなんだけど、やってみないとわからないことってたくさんあって、こう、いろんな活動を通して、すごく感じたのは、はい、舞台恵みへの誓いを、の愛媛公演っていうか、松山市のケメリアホールでやっていただいたときに、はい、だいたい900人ぐらい来るっていうことで、1000個ぐらいブルーリボン用して、来場者の方に全員、配らせていただくように交渉して、OK いただいて、学校は学校の単位で、一般の方は受け付けて配るっていうのをやらせていただいて、学校、生徒さんが来る場合は、団体ではって流行るんで、資料を座席に置いてるんですけど、それにブルーリボンに接点をつけたものを、貼り付けて一緒に入れていただいたんですね。マクマの休憩時間っていうのが少しあって、その時に、すぐにブルーリボンをつけて、高校生の方とか中学生の方が、私受付で署名活動してたんですけど、すぐ胸につけて署名しますってたくさん来てくださったんですね。そういうのを見て、これは、その時の学生さんのまっすぐな目っていうのが未だに忘れられなくて、こう、ある程度、こういう音楽イベントをやってみませんかっていう予算とか、ある程度大まかなものは提案させていただいて、そして、例えば高校生の皆さんにやりたいっていう方に、企画を音楽イベントの企画自体から考えてもらって。ああ、なるほど。学生さんのアイデアで。しながら、これはちょっと無理かなとか、こういうのいいんじゃないとかって、ちょっと遠巻きに関わりつつ、学生さんの柔軟なアイデア、まっすぐな目で見たものっていうのも、そういうイベントをいつかやりたいなとか、ちょっとコロナが。そうですね。ね、愛媛も、かなり人数が多いので、なかなか難しいなと思うんですけど、もう、ゼロコロナってもう無理じゃないですか、正直。ちょっとずつ、ちょっとずついろんなものを積み上げていって、ウィズコロナにしていかないといけないと思うし、ウィズコロナになった時に、こう、
いろいろ温めてる企画みたいなのをやれたらいいなと思って、その時に、こう、自分が、こう、全部企画して、こうして、こうして、じゃあこういうのをしてくださいっていうんじゃなくて、うん、こう、学生さんにその企画アイデアをやってもらえると、こう、大人が、考えるのとはまた違う、柔軟な、こう面白い、そうやね、本当に。確かに。そうなんじゃないかなって、やっぱりあの、確かに、確かに。参加型イベントっていうのがすごく少ないと思うんですが、例えば、あの、こう、お話を聞くとか、勉強会だったりとか、いうのは、あと、署名活動とかっていうのは多いと思うんですけど、なんか、参加してやるっていう、いうことで、その、もっと、深く考えるきっかけになるんじゃないかなと思って。なるほど。本当ですね。だからそういうようにこう、学生さんと、連帯して、向こうからこう、アイデアをいろいろ出してもらって、でこう、相談してね、一人の人のアイデアに決めるじゃなくて、ミックスにするとかね、いいですよね。面白いと思うんですよ。ね、いいとこ取っていって。すごい、柔軟やから。そうですよね、大人と違ってね。そうそうそう。なんかそういうのがコロナ明けにできたらいいなと思いますし、私も、まきちゃんがもし指導して動かれるときには、四輪のうちの一輪ぐらいにはなりたいなと思うので、手伝わせていただきたいなと思うので、ぜひ一緒にこれからも頑張っていきましょう。はい。はい。いや、まあ、まきちゃんの頑張りにはね、全然追いつけてないんですけど、私はもうまきちゃんがこういうふうにずっと頑張って、来られてるのを見てて、すごく誇らしい友人だし、まあ、彼女のこの頑張りを見てたら、なんか、一緒に思って、強く思って、本当に行動している人がいるんだと思うと、なんかこう、そういう、なんていうのかな、口先だけじゃない、形に表していく行動力っていうのが、もう彼女の、なんていうのかな、魂というか、誠意そのもので、まあ、そういう本当に誠意のある人に、まあ、拉致問題のことを通じて出会えたのが、まあ、本当にね、北朝鮮の拉致問題って全然こう、進展がなくて悲しいんですけど、まあ、そういう出会いは、本当にこう、人生の宝物になってるなと思うので、まあ、私の宝物はまあいいとして、一日も早くね、被害者が帰ってくることが大事なんですけど、まあ、そういうことも、活動してて悲しいだけじゃなく幸せなことはあるなと思っています。なんかさっきコメント欄で、まきちゃんがこういろんな頑張りをしてることで、知事さんとかに邪魔されないですかみたいなコメントが、邪魔されんかったですか知事とかというコメントがあったんですけど、そう、ごめんなさい。そんなのはないですよね。大丈夫ですよね。そういうのはないですね。こう、逆に、今はそういうことないんですけど、個人活動で始めたので、個人活動のメリットって、自分で決めて、何でも自分でやれるってことを、時間もお金も、何でもやるかも、最初は、こう、断られたりすることも多くて、じゃあ、ね、断られたらそこで諦めるんじゃなくて、知事にメールをして、で、いろいろこういう申請が必要ならば、申請に伺うので、もう一度考えていただけないですかっていうことでお願いして、知事の方から担当の課の方に行って、じゃあもう一回話を聞きたいので来てくださいとかって決まったりとか、なんで、県のホームページの中に、県のことに対しての提言っていうか、こういうことはできないですかとか、これはどうなってるんですかって送れるメールのページがあって、そこにメールで送ったりとかしてて、結構、知事協力いただいてるので、で、みきゃんセンターに、マスクを置いていただいたとき、無料配布の、あの時も、
一応担当の課人課とあのミキアンセンターの担当の課とまた別になるんですけど、2つお願いに行って、で、あ、いいですよっていうんで決まって、一応男性用と女性用と合わせて100万円を置かせていただいたんですけど、それでもうすぐなくなりましたって、1週間待たなかったですってご連絡いただいて、知事の方からもあの別にお礼状が届いて、今中村さんですか加藤さんですかっていう質問、加藤さんの時ですか、いや、中村知事ですね。中村知事の時です。そう、加藤さんは、はい、知事引退されてからも、奥様と一緒に、イベントに顔を出してくださったりとか。そうなんですね、ちゃんとね。なんか、うん、あやきちゃんを読んで、ちゃん広場で、署名活動しながら歌を歌っていただいたりとかした時も来ていただいて。あ、うん。そうなんや。あ、そう、今、あやきちゃんの名前が出たから、そうそうそう。あやきちゃんの、ちょっとごめんなさいね。やっぱ写真が多すぎて。あやきちゃんの絵も、まきちゃんが描いてたやつ出すのが出せてないわ。あれ？最初のあの時に流してくださってましたよ。最初の時に流れてた？はい。ちょっと待ってね。ごめんなさい、ね。写真多すぎて。まきちゃんが描いたあやきちゃん。こうやって画面を見ているとまた音声が止まってしまうしね。あれ？作品展の時は中学校3校協力いただいたんだけど。あ、作品展の時中学校3校だったの？はい、そうです。あ、そうなんやね。え？あ、今月さんが。月さんあかんねん、そのサイズは。もう、だから、ちょっと待ってくださいね、皆さん。あ、ちょっと待って、これじゃない。これをしてると、もし音声が止まったら許してくださいね。ちょっと見てもらおう。渡したけど、そのサイズが大きいねん、これが。まあ、いいか。ちょっと今、月さんから送ってもらった。あかんかん、やっぱサイズがでかすぎる。これね、ちょっとごめんなさい、アップなんですけど、私、サイズ、書いたと思ったんやけどな。ごめんね、まきちゃん。はい。ちょっと待ってね。これが、あやきちゃんが歌ってるところの切り絵ですね。ごめんなさい。全体で写せてないのがごめんなさい。あれ、もういろいろね、頑張ってきているんですけど、彼女だけに頑張らせるわけにいかないので、皆さん一緒に、はい。愛媛にこれだけね、頑張ってる、まきちゃんがいるので。私はできることだけしかやってないんで、なんか特別なことは何一つしてないので。いや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 、十分。本当に十分頑張ってきてると思います。なんか思いついたことを、じゃあやってみようみたいな。いやー、でも、ティッシュ500でも、1個ね、いくらなんでも何円すると思ったら、もうとてもすごいなと、本当に。小遣いのうちって言ったって、いやいや、そんなね、お小遣いの範囲って言ったってね、そんな安い金額じゃないし、まあ頑張りましょう、これからも。でも、まきちゃんの頑張りになかなか追いつけないと思いますけど、負けないようにっていう気持ちで、いい意味で、そこはね、まきちゃんに負けないようにっていう気持ちにしたいと思います。ありがとうございます。一生懸命ね、頑張ってこられたまきちゃんと今日ツイキャスできて、すごく楽しかったんですけど、はい。今聞いてる皆さん、ついでももされてると思いますので、まきちゃんの方から、まあ、拉致問題、なんとか解決したいと思って頑張ってる皆さん同士に、言葉をぜひお願いします。私みたいなものが言うのはおこがましいというか、あれなんですけど、難しく考えるんじゃなくて、
自分にできる時にできることを少しずつみんながやれば必ず変わるって思っているので、うん、例えば平日は仕事だから時間作れないわとかっていう方だったら、行政機関、例えば県庁だったり市役所だったり、こういうことはどうなんでしょうかとか、やってくださってますかとかっていうメールを送るとか、官邸にメールを送るとか、メールだったら別に何時でも送れるし、自分の時間が空いたとこ時に送れるんで、うん、別に完全にはがき送ってもいいし、手紙送ってもいいし、うんうんうん、あと、まあ、ツイッターとかでいろいろ書いて発信されてる方だったら、うん、普通にメール送れると思うので、なるべく丁寧にわかりやすく書いて、そうですね。はい、クレームとして扱われると、もったいないですよね。もったいないので、丁寧にわかりやすく、そういうメールを一通送っていただくだけでも全然違うと思うんですよ。なので、例えば、何やっていいかわからないって思われる方がいらっしゃったら、ね、まずブルーリボンをつけるだったり、うん、そうですね、もう基本でね。ポスター貼ってくださいっていうのを、県だったり市だったり、学校だったりね、ホームページに送るとか、はいはい、これが正解っていうものが必ずあるわけではないので、うんうん、自分のできることを探すのが大事だと思うんですが、無理しちゃうと、うんうん、もうしんどくなって、続けられなくなっちゃうので、そうですね。やっぱり、この急にガラッと何か変わるってなかなか、難しいことなので、うんうん、こう北朝鮮に負けないように粘り強くやっていかないといけないと思うので、なのでできることをできるときに何かやっていただけたら嬉しいなと思います。うん、はい、ありがとうございます。どうぞその通りだと思います。はい、今みずほさん書いてくださったように、拉致被害者のことをいつも胸に、みんながそれぞれの立場で無理なく。ね、当分に活動を続けていけば、いつかはと。で、政治家さんは無理をしなければならない。おっしゃる通りだと思います。で、民間は、やっぱり皆さんお仕事もありますし、できる範囲でできることで、心の中には、被害者の一日も早く帰国をという思いは忘れずに、できることを無理なく続けていくってことが、今ね、まきちゃんが言った通りに、これが正解ってわけじゃなくて、ね、自分にできる範囲で、無理のない範囲で、やめてしまうんじゃなくて続けていくっていうことが、何よりも大事だと思います。まきちゃんお疲れ様でした。素晴らしいお話聞かせていただいて、いろいろ、まきちゃんがね、やってきた活動、まあ、これが全然全てじゃないんですけど、彼女もっともっと頑張ってるんですけど、まあ、一部でも、皆さんにご紹介できて、幸せな、ツイキャスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやいや、とんでもないです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。失礼します。はい。ありがとうございました。はい。まきちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんね、チャーム欲しいなって。ね、無償配布してるのか、愛媛の人、いいなぁなんて思われたんじゃないでしょうか。ね、私も、正直欲しいなと、うん、思いましたか。かわいいですよね、一個ずつね。ちょっと作り方をね、教えてもらって、私も作りたいなと思いました。ね、本当にこういうことを頑張ってこられてる人がいて、それがすごいでしょうっていう、まあ、自慢話だったんじゃなくて、まあ、彼女がここまで続けていると、しかも無償でね、役所さんで、市役所だったり、県庁さんで配っていると、まあ、行政の方としてもね、お金も、もらわず、無償で、この人権週間に毎年用意してくる彼女を見てたら、多分、自治体公務員の方も気の引き締まる思いなんじゃないかなと、いい意味で劇が、彼女から飛んでるんじゃないかなというふうにも
感じます。はい。ですね。あ、ヘソピア。面白いですね、水穂さん。水穂さんがヘソピなんて。ねえ。なんか神職の方がヘソピなんていいんですかね。ですね、皆さんにぜひちょっと見ていただきたいものがありまして、ですね、あ、こっちだ、こっちだ。チャンネル桜北海道さんで、3日前ぐらいに、配信が出てるんですが、今ちょっとコメント欄に URL 貼らせていただきました。荒木和弘先生と、三浦虎太郎先生が、野村はたる先生、ジャーナリストの、今年亡くなられた野村はたる先生の追悼番組を、追悼番組でね、お話をされています。こちらの方、ぜひ、まだご覧になってない方は、ぜひご覧ください。素晴らしい番組です。で、もちろん、いいねもしていただきまして、チャンネル桜北海道の登録まだでしたら、登録もしていただきまして、もし、お時間ありましたら、番組をご覧になった感想なんかもコメントで書いていただけると嬉しいです。私もこのツイキャスで、お世話になってね、こうゲストで出ていただいた先生が亡くなるっていうのが、初めてのことだったので、本当の本物のジャーナリストとして、弱者を助けるために、そういう意味ではそういうことにこう、ずっと命を捧げてこられた方なので、厳しい人生だったんじゃないかな。例えばもう、そういうね、北朝鮮だったり、核丸だったり、そういう朝鮮総連の闇なんかもこう暴いていったので、北朝鮮と、政治家さんとの利権なんかも暴いてますし、いろいろね、こう、保身に走る人はそういうことはやらないだろう。もっとね、叩かれるところがないところをやっただろうと思うんですが、法輪功が、一番ね、犠牲となっていると言われている中国での臓器移植についても、晩年ずっと取り組まれてこられた野村はたる先生が今年、本当にお若くして58歳、59歳かな、で亡くなられました。まだまだ、本当にまだまだ、ご活躍していただきたかったな、と思われる方でした。素晴らしい方でした。ぜひ、このツイート番組、素晴らしい内容になっておりますので、ぜひご覧になってください。はい。それからですね。ごめんなさい。二つだけ告知させてくださいね。とりあえず、これが、ですね、めぐみですね。北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメめぐみ、申し込み1月の6日となっております。で、こちらの映画の上映会が、ピース大阪であります。令和5年1月15日、ピース大阪で、お昼の2時から3時半までとなっております。申し込みが1月6日ですので、もう新年明けたらね、すぐ申し込み締め切りになりますので、ぜひ関西の方、見に行っていただけたらと思います。ビデオメッセージのね、ご家族の上映もあります。一応、拉致対策本部がね、主催のようです。はい。あとですね、こちらはめぐみへの誓いなんですね。はい。映画めぐみへの誓いの上映会が、令和5年1月15日日曜日にあります。こちらは鳥取県の米子コンベンションセンターですね。はい。
こちらが申し込み締め切りが、いつだったかな。締め切りちょっとわからないですね。すいません。こちらはですね、ツイッターの方ね、アナザーアナザーさんが出されてますので、そちらの方をぜひチェックしてください。すいません。うん、申し込み締め切りちょっと探したんですけど、見当たらないです。でもまあ、申し込み制先着順となっておりますので、入場は無料になっております。で、それからですね、年明けにあります、恵みへの誓いの舞台なんですが、1月の13日の、これですね、川西の方ですね。こちらが申し込みが明日までとなっております。ただし、実はなんですが、野草会、こちらの舞台のね、公演をされる野草会の、石村マネージャーさんから、その劇団さんの関係者枠っていうのがありまして、私はその関係者枠で見せていただけるんですね。で、私の知り合いの方も関係者枠で、お席取れますよというふうにご好意から言ってくださっているので、もし明日の申し込みを過ぎてしまったり、間に合わなかった、でも、川西のね、舞台見に行きたいよっておっしゃられる方は、私にツイッターの DM か、Facebook のメッセンジャーの方か、まあ、直接お電話番号を交換している方だったら、お電話などでご連絡してくださったら、劇団枠での入場が可能になるように、まず、そんなたくさんってわけにはいかないですけど、まあ、10名以内だったら大丈夫じゃないかなと思いますので、はい、ご連絡してください。一般枠は明日が申し込み締め切りとなっております。1月13日金曜日、キセラ川西プラザ、キセラホールです。新しいね、ホールだそうです。うん、なんか新しいホールができたので、この、劇団のね、劇団、舞台劇公演の方を、まあ、川西の方で、頑張って、招致したということなんだそうです。あ、そう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 。ありがとうございます。アナザーさんが書いてくれました。米子のさっきのね、コンベンションセンターの方は、1月12日の木曜日が締め切りだそうです。うん。もうこんなん当日に来た人もね、入れてあげたらいいのに席があったらと思うんですけどね、私は。はい。あと月さん、舞台劇の他の申し込みも行きますか？一応しますか？ですね。月さんお願いします。貼ってもらっていいですか？恵みへの誓い舞台劇。ですね。画像。これね、画像をね、こういうツイキャスの画面に貼るのに、探すでしょ？で、探してる間に音声がね、切れるんですよね。はい。あ、ありがとうございます。月さん。映画じゃない、ごめんなさい。拉致問題啓発舞台劇、恵みへの誓い締め切り日、締め切り日を書いてくれてます。川西市が12月26日、明日までです。で、浜松市が1月5日、箕面市が1月6日、足立区が1月20日となっております。ぜひ見たいぞと思われる方は、この申し込み締め切り日、に間に合うように申し込みをよろしくお願いします。はい。うん。今ね、月さんが、川西市と、浜松と公園を貼ってくれました。あ、箕面も出ました。はい。ぜひよろしくお願いします。でね、来週なんですけど、もう前にちょっとね、ちらっとお話しした通り、
1月1日という、はい、令和5年1月1日なんですね。で、日曜日ツイキャス一週も休まずにね、ずーっとまあ、頑張ってて自分で言うのもあれですけど、続けてきたわけですから、今年も、ね、休みますなんてことはなくて、やっぱり、今年も1月1日、配信はさせていただきます。まあ、皆さん、もし、お時間ありましたら、ちょろっと覗いてください。受けましておめでとうございます、みたいな感じで、新年のね、ご挨拶、コメント欄でこう皆さんとやりとりして早めに終わるようにいたしますので、来週は一人で配信させていただきます。はい。じゃ今日の配信終わります。皆さんお疲れ様でした。ぜひね、さっき貼らせていただきました、野村あたる先生のツイート番組、年末必ず見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ああ、ヘルミさんありがとうございます。先輩に褒めていただけたら、やる気が出ます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
響き合い広がる。